外国人って男性も女性も下の毛ってもう剃っちゃうんですよ、うん、でもし自分の彼氏とそういう行動になった時に、うん、な下の毛なんものがあったらどう思います？あなたたちにまあ剃ってほしいみたいな、うん、言われたら剃りますか？周りも結構そういう感じですか？でも女の子はない子も多いけど男で日本人では見たことないです。 Hey guys, my name is Taki. I'm not Taki Taki Rumba, just Taki, okay? Today, I'm gonna interview Japanese girls. Do Japanese girls want men to have pubes or not?I lived in Peru when I was 20, yeah. When I was there, my friends told me that people there shave pubes, yeah. Boys or girls, yeah, they shave. Also, when I was traveling around Europe, I met some people and they told me that people in Europe also shave pubes. But in Japan, I guess people here don't shave. So that's why, like, I felt, oh, this is cultural differences, so...I decided to ask about it to Japanese girls. Do you prefer boys to shave or not? Yeah. Okay, so let's watch the video. I hope you enjoy. 今日はどこから来ました？東京。東京からこちら。私、逗子です。逗子？逗子に住んでるんですか？はい。いいな、めっちゃ羨ましいんですけど。生まれも育ちも逗子ですか？違います。最近引っ越してきました。なるほど。東京で。はい。お二人はどうやって知り合ったんですか？銀座の銀座で働いてて、ああどうりでお二人とも美しいわけで共通で、はい、あ絶対モテますよね。いや今日とか何人ぐらいナンパされました？されてないされてないですか？絶対嘘だ。されてない。あれがされる前にも目つきで目力でこっち来んなみたいな目からビールになる。してないです。してないですか？はい、まあこれ海外の人が見てるんですよ。で外国人の友達もしくは外国人とお付き合いされたことってありますか？ないです。ないですか？友達はいますけど付き合ったことないですね。何人ですか？それが本人も分かってない。本人も分かってない。ミックスって感じですね。なるほど。ハーフみたいな。はい。なるほど。じゃああんまりお二人ともそんな海外の人とは関わりはないって感じですか？ないですね。そうなんですね。なるほど。じゃあもしですけど、もし機会があれば外国人の方とかって付き合ってみたいとかって思います？今は思んないです、ね。あんまり思わないですか？興味はありますね。すでも、うん、なるほどなるほど。なぜ思わないですか？文化が違うから。なるほどなるほど。なんか合わせに行くのが大変そう。なるほど。じゃあもしなんか日本に住んでて日本の文化分かってればそんな問題ないと思います。日本人でもあってもその外国人であっても例えば付き合ったらどっちにしてもなんかその、まあ、デートとか重ねることにだんだん深い関係になるじゃないですか。手つないだりキスしたりとか、まあ、もっと深い関係に。でまあ外国人って男性も女性も下の毛ってもう剃っちゃうんですよ、うん、でもし自分の彼氏とそういう行動になった時に、うん、下の毛なんものがあったらどう思います？全然いい。ない方がいい。全然いい。マジですか？うん、そうなんですね、うん、結構日本人男性ってあんまりそういうのないじゃないですか。ない人増えてるって聞くんですけど、うん、ない方がいい、うん、私は。なるほどなるほど。じゃあ全然なくても全然問題ない。あなるほど。じゃあ逆にその外国人の彼氏が、まあ、自分も剃ってるしあなたにも剃ってほしいって言われたら剃ります？むしろないです。ないですか？ないですか？なるほどなるほど。昔からない、うん、なるほど。あじゃあもう全然そこには全然大丈夫みたいな、うん、OK みたいな。分かりました。じゃあちょっとありがとうございました。ありがとうございます。まあね、これ海外向けのチャンネルで、まあ、外国人の人見てるんですけど、はい、まずなんだろう、ありがとうございます。優しい。まずね、外国人の友達もしくは外国人と付き合ったこととかってあります？ない。友達はいます。友達いる、うん、何人ですか？ペルーとかそっち系ですね。南米じゃないですか？スペインとかそっち系のラテン系。うん、パッと見男性女性？女性です。女性か。どっちもどんな感じですか性格？結構大胆な感じで、まあ、結構でもインスタ見る感じ、まあ、インスタグラマーっぽい感じでは。あなるほど、うん、結構美人な感じで。あそうですね、多分結構綺麗な顔はしてらっしゃると。まあ、その外国人と関わりってあったことあります？話したとこ。外国人、うん、バイト先が外国人の方働いてました。何人ですか？ポルトガル語を喋る、ポルトガル語を喋るってことはブラジルか。ブラジル人。ブラジル人。おーマジか。じゃあ2人とも南米の方に関わりがあるってことね。あじゃあいいわ、OK、最高。外国人と付き合ってみたいとかって思います？機会があれば見たいとは、うん、思いますね。なるほどなるほど。
まあ、仮に付き合ったとしたら時間を経ていくごとになんかさ、そのどんどん親密な関係になるじゃないですか。そうですね。キスしたりとか、うんうん、まあ、そういうことしてるじゃん、もっと深い関係になるじゃないですか、うんうん、外国人の男性とか女性って下の毛を剃るんですよ、うん、そうなんですよ、マジでツルツルに。そのことに対して、まあ、素直にどう思います？自分の彼氏がもし下の毛のものがあったら。あ、別に大丈夫ですよ、うん、大丈夫、全然気にしない、うん、全然。そうなんだ、うん、なるほど、はい、あなたたちに、まあ、剃ってほしいみたいな、うん、言われたら剃りますか？あ、剃ります。全然 OK、うん、なるほどね。全然。最後なんか知ってるスペイン語とかってあったりします？アモーレ。アモーレ。アモーレ。アモーレイタリア語かな、違う、分かんない。アモールがスペイン語です。なんだっけ、なんかラニータみたいな。ボニータ。あ、ボニータかな。ボニータ言われた。あ、言われてないです。言われたやんか。言われてないんか。なんて意味なんですか？ボニータは可愛いって、キュートみたいな。あ、そうなんだ。フリリとかキュートっていう。へぇ。なんかバイト先が、うん、あのシュラスコ屋さんだったんですよ。シュラスコ、なるほどね。だから、ブラジルのね、あのオブリガーダーみたいな。オブリガーダー、あーで、いう、あのお店だった。なるほどね、なるほどね。なんかちょっとホールじゃなかったかわかんないけど、クリエンシエンテンポラオブリガーダーみたいな、なんかあの、そう、どういう意味なの？いらっしゃいませみたいなやつですよ。そうそうそう、そうなんだ。オブリガードはなんかありがとうかな、うん、ちなみになんですけど、そのブラジル人は男性ですかね？男性も女性も働いてました。どんな感じでした？え？面白い、明るい、陽気みたいな、うん、なるほど、わかりました。ちょっと最後に、なんだろうな、テアモムチョって言ってもらっていいですか？え？テアモムチョって。テアモムチョ、テアモムチョ、うん、せーので、せーの、せーの、テアモムチョ。なんだろう、なんて意味なんだろう。I love you。 ありがとうございました。ありがとうございました。今日どっから来ました？今日は千葉から来ました。千葉のどこですか？千葉の田舎、印西ってとこ。知らない。そう、知らない。館山とかの方、どっち？私もね、来た、住んだばっかりだからよくわかんないんだけど、ね、成田の方かな。だいぶ遠いですね。だいぶ遠い。何時間ぐらい？え、2時間半かかりました、車で。すげー。外国人の友達とかいます？それか、もしくは外国人の方と付き合ったことってあります？外国人の、純外国人とは付き合ったことないけど、アメリカ人のハーフとか、うん、フィリピンのハーフとか、そういうのは付き合ったことある。友達も結構フィリピンが多くって、地元が、うん、フィリピン人ハーフとか結構多いですね、うん、周りに。ちなみになんかそのスペイン語圏の友達とかっていたりします？なんかコロンビア、エクアドルとか、ブラジル、アルゼンチン、メキシコとか。いない、いないですけど、なんか憧れはあります。やっぱなんか美男美女のイメージだから、うん、かっこいいんだろうなとか思います、やっぱり。ちなみにラテン系の男性どういうイメージあります？なんか陽気でちょっとチャラい感じ。 なんか女の子の扱いうまそう。なるほど。あ、確かに。そう、なんか褒めるのとか上手そう、日本の人より。そう、機会があったらその外国人男性と付き合ってみたってことあります？全然。なんか日本人の男性よりも愛情深そうだから、 なんかロマンチックなこととかしてくれそう。女の子が喜ぶことをいっぱいしてくれそうな、まあ、勝手なイメージだけど、うん、だから全然。でラテン系の人が結構一番かっこいいっていうか、なんかタイプ聞かれたら、あの、なんだっけブラジル人のサッカー選手、あの、なんだっけ、なんだっけ、ネイマール、ネイマール、そう、ネイマール、ネイマールって答えるぐらい。あ、ネイマール。そう、ブラジル人がなんかセクシーな感じ。そういう系が好きなんですね。あ、よかった、嬉しい、日本人にそういう方がいて、うん、付き合ったってなったら、もうそれこそ何だろう、どんどんそういう関係発展していくじゃないですか。キスだったりとか、まあ、どんどん深い関係になってくるじゃないですか。で、その、そういうなった時に海外の男性とか女性って下の毛全く剃らないんですよ。あ、剃らない、剃るんですよ。私もでもそれがいい。あ、そうなんですか。私もそっちがいい。多分普通の 95% ぐらいの日本人は、日本人は、あの、生えててほしいって言うと思うんだけど、私は下の毛剃ってる人の方が好き。だから逆に剃らなかったら嫌だ、剃ってって言うと思う。あ、マジですか。そう、自分から言っちゃうんですか。自分から剃ってほしいって言うと思う。あ、すげー。結構珍しいかもしれない。珍しいですね、なかなか。日本人だと周りも結構そういう感じですか。でも女の子はない子も多いけど、男で、日本人では見たことないです。そうですよね、やっぱり海外の男性ぐらい。そう、海外の人しか。じゃあもう別にそういうの気が全くなくても気にしないみたいな。うん、逆にそっちの方がいい。なるほど。すげー。Okay, so thank you so much for watching video. Yeah, actually that was interesting. I hope you enjoyed. So if you like this video, please hit the like button. See you in the next video. Adios.